あの黒い軍服、バーロとタイが言ってた422部隊に間違いないね。変わった軍服ですね。正規軍とも義勇軍とも雰囲気が違う。どんな人たちなんだろう。こんな作戦を思いつく部隊だ。きっとすごい人たちだろうな。義勇軍第3中隊第7小隊ウェルキン・ギュンター少尉です。よろしく。422部隊の隊長セブンだ。よろしく頼む。セブン？変わった名前だな。名前ではなくナンバーだ。我々は軍の記録上に存在しない部隊なんでな。存在しない？カメレオンみたいなものなのかい？ウェルキン、失礼なこと言わないの。失礼じゃないさ。カメレオンは温度や光を感知して体の色を変えて自然の中に溶け込んで存在を消すことができるすごい生物なんだよ。ただし自然界にはない真っ赤や真っ黒にはなれるわけではなくて。何の話だ。おいウェルキン、隊長さんが呆れてるぞ。気がつくとなぜか生き物の話になってるのよね。悪いね。うちの隊長は生き物の話になると止まらないんだよ。ごめん、ついね。作戦会議の準備を始めよう。そうしてくれ。ウェルキン・ギュンター少尉か。気楽そうに見えるが、到着は俺たちより早かった。この男、ただ者ではないな。我々の現在地はここだ。ここから帝国軍の陣まで距離2キロ地点へ接近し、義勇軍第3中隊に合図の信号弾を上げる。信号弾打ち上げの地点を決めないといけないな。二手に分かれて2箇所で打ち上げるべきだ。いや、2発だけというのは逆に怪しまれるかもしれないよ。では分かれて一方が信号弾を打ち上げて別部隊が牽制。うん、それがいい。双方の位置取りが重要だね。あれ、この森は確か槍狼兜が生息していたはずだよ。真夏だったら見られたんだけど。メルキー、また急に虫の話をして。あ、でもカブトムシなら私も飼ってましたよ。サーティン、その話には乗らなくていい。ギュンター少尉、作戦の続きを。セブン兄さん、大変です。警戒範囲に敵影が確認されたそうです。規模はおよそ1個小隊。まずいな、隠れるにはもう遅い。ギュンター少尉、会議を中断して戦闘準備を。あ、話はまた後で。グスルグ、状況報告を。接近中の部隊は帝国軍だが、少し雰囲気が違うようだ。敵はこちらに気づいているのか。まだだ。向こうは移動中で、こっちは潜伏中だからな。だが奇妙なことに、敵部隊は南東から接近してくる。南東？北東の大部隊からの偵察じゃないのか。全く別の部隊かもしれん。何にせよ、うまく仕留めないとまずいな。大部隊に気づかれる前に仕留める。戦闘準備、急げ。ダハウ隊、北西方向に未確認の部隊が潜伏している模様。数は不明、いかがいたします？
ガリア軍の部隊だな。友軍の背後をつく狙いか。面白い。仕掛けてみよう。北東に展開する友軍大隊に連絡すべきでは。我が特別遊撃部隊は極秘任務中である。友軍にも存在を隠す立場だ。友軍大隊との距離も遠い。ここは内密にことを処理するとしよう。了解です、ダハウ隊。総員、戦闘準備。目標は前方のガリア軍部隊だ。よし、各員戦闘配置につけ。もう敵の攻撃が始まっています。先手を取られるとは。発見はこちらの方が早かったのに。第7小隊より報告。敵部隊の動きに回り込んだ。攻撃を開始する。早い。422部隊はもっと連動を高めなければいけないな。クルト、敵の兵士を見ろ。ダルクス人ばかりだ。帝国のダルクス人迫害はガリア以上のはず。一体どんな部隊なんだ。考えるのは後だ。各員迎撃急げ。